はい、画面の前の皆さん、こんにちは。先月でございます。今日はね、鶏肉と長芋のレンジ蒸しという、もう超簡単でパパッと作れちゃう一品おかずの方を作っていきたいと思います。で、今回のレシピは結構薬味をがっつり使うので、さっぱり食べれるような料理に仕上げてあります。詳しいレシピの方は、動画の最後もしくは概要欄の方に書いておきますので、そちらの方を参考にしてみてください。では今からね、ザクッと使うものの紹介と、あとは作り方にそのまま入っていきます。ではどうぞ。はい、では鶏肉が 200g ですね。で、長芋が 200g になります。で、梅肉を叩いたものを小さじ2杯分と、こちらお醤油ですね、お醤油も小さじ2杯分の分量になりますね。ごま油が小さじ1杯、そして、こちらですね、片栗粉が小さじ2分の1の量を準備してください。で、生姜のスライスを1かけ分、千切りにしたものですね、そちらをご用意いただくのと、大葉5枚分を、千切りにしたものですね、こちらで材料は全てになります。はい、ではね、今から作っていきます。で、こちらまず鶏もも肉ですね。鶏もも肉の方は、だいたい1センチ幅ぐらいにそぎ切りにしていきますが、このままだとちょっと大きいので、まず1回こっちにこうやって縦に1回切ってもらって、そこから1センチのそぎ切りにしていきます。こんな感じですね。これを、ま、1枚分全部やっていきます。切れない。で、全部鶏肉が切れたら、こちらをこのボウルの方に移していきます。で、これはしばらくちょっとこのまま置いておいてください。そしたら今度長芋ですね。長芋はだいたい1センチぐらいの幅で、皮のまま、皮付きのままこう切っていきます。で、長芋も切れたらね、こうやってちょっと一回よそにどけといてもらって、で、今度先ほど切ったこちら鶏肉の方ですね、鶏肉の方にまず梅肉、生姜ですね、すりおろした生姜の方、あとは片栗粉と、酒、醤油ですね、醤油、ごま油、こちらの材料を全部入れて、これを揉み込んでいきます。で、混ざったらこのまましばらく置いてください。そしたらですね、今度こちら耐熱のお皿に先ほどの長芋をこう並べてもらって、で、その上にこの鶏肉をわーっと乗せて広げます。で、この状態でラップですね、ラップをふわっとかけてあげて、そしたらこの状態で、電子レンジ600ワットの電子レンジでだいたい6分、500ワットだったら7分ですかね、これでレンチンしていきます。はい、電子レンジでチンしたのがこういう状態ですね。で、こちらに、こちらですね、生姜の千切りを散らしてあげて、最後に、いいよ、大葉もね、こう散らしてあげて、こちらで、はい、出来上がりになります。出来上がりのフォルムがこんな感じですね。とっても美味しそうです。では今から実食の方入っていきます。はい、では早速食べてみたいと思います。いただきます。じゃあまずちょっと混ぜ混ぜして、鶏肉と長芋、とりあえず鶏肉からいただきます。鶏肉も長芋も梅肉とごま油がものすごいいい味出してて、めちゃくちゃ美味しいですこれ。で、鶏肉も蒸してるので、蒸し焼き状態なのでそんなに硬くなってませんし、長芋もね、もうホクホクですね。結構これ簡単でめちゃめちゃ美味しいんで、ちょっと今までの動画の中でもかなりおすすめできるものになると思います。で、生姜がめちゃくちゃ入ってますんで、もう体をね、温めてくれる効果とかもすごくあるし、逆にこう生生姜を散らしてる分、熱くなりすぎる体をちょっとこう冷やしてくれるって、まあ、生姜ってこう火を入れると体温上げてくれるんですけど、火を入れない生の生姜ってのは体温を下げてくれるので、この辺のバランスもね、すごく上手に考えられてて、いい料理だと思います。
詳しいレシピの方は今こちらにね出てると思いますので、こちらの方もしくは概要欄の方を参考にしていただけたらなと思います。ではまた次回チギの動画でお会いしましょう。じゃあねー。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。よければチャンネル登録や高評価、コメントの方を入れていただけるととても嬉しいです。動画撮影の励みになりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。先月レシピチャンネルでした。次回も乞うご期待。